クター TV。 はい、ガーデンドクター TV、どうも、ぎゅーちゃんです。ですね、とある方面から見た目がちょっと地味じゃないかということ、普通すぎないかということご指摘ありまして、ちょっと今回からですね、アウトドアなこんな、装いで、やってみようかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、夏の園芸作業に関わるあれこれということで、いろいろ解説していきたいと思います。まずはですね、夏の園芸作業で、ちょっとこう作業中にこうなんかこう煩わしいな、嫌だなと思うこといくつかあると思うんですが、まずは、どうしてもね、日差しが強くてもう汗をかきながら、草むしり、夏はね草がどんどん伸びてきますんで草むしりをしたり、プランターの鉢植えなんかですね、すぐ水が乾いちゃいますんで水やりをしたりということで、もう汗をかきながらね、あ大変だということになると思うんですが、もう一つですね、気になること、ちょっと厄介だなと思うこと、思い当たるものございませんでしょうか。何か思い当たることありませんかね。ちょっと強引ですかね。今回ご紹介したいのがですね、その夏場の、もう一つ、気になる、嫌だなと思うことの対策、嫌だなと思うこと、ですね、もうちょっと言っちゃいました、ヤブカですね。すいません、ちょっと聞きが下手で申し訳ないです。ですね、ヤブカ、夏場の園芸作業、外作業をしているときに気になるヤブカの対策ということで、ちょっとおすすめの商品がありますので、こちらご紹介したいと思います。ヤブカマダニスプレーということで、ここに蚊が来ない約8時間とあるんですが、こちら、ガーデニング用の、そういったお庭周りで、非常に便利に使えるヤブカを寄せ付けないスプレー剤になっております。でこちらのですね、ヤブカマダニスプレー、蚊が来ない約8時間、こちらの特徴なんですが、まずはですね、こちら1番目、庭作業の前に草むら、庭木周り、地面などにスプレーするだけということで、地面に撒いておくことによってそこにヤブカが来ない空間を作り出すと、まあ、そういった特徴がございます。で効き目が広がって、効果の方は約8時間ですね、まあ、ですので、日中の、お庭作業する間は、まあ、十分効果が持続するということになります。でさらにですね、植物に優しい水性スプレーですね、このハンドスプレータイプになってますので、まあ、もう今こうね、巻いてますけれども、このように芝生、ね、お庭に芝生張ってるような場合もあると思うんですが、これ芝生に巻いても全く問題はございません。芝生が傷むということはございません。でさらにですね、広々を使える大容量ということで、こちら1000ミリリットル入り、まあ、換算するとですね、200平方メートルに一応1本使い切れる形になります。200平方メートルっていうと、まあ、あれですね、テニスコートのシングル1面分ですね。まあ、なかなかそういうそこぐらいの広いお庭というとなかなかないかもしれないんですが、まあ、そのぐらいお得な容量になっております。こちらですね、使い方なんですが、ここ頭のところを見ていただくと止めで、これをですねこっちに回すとこう切り、こっちになると、直と書いてあります。これは、一応意味としてこう、ね、噴霧、切りをね噴霧するというのと、こちらね直噴、まっすぐピュッと出すという、この2通りの噴霧パターンがございます。実際の使い方ですね、これは、このトリガーのですね頭のところをこう直ねじっていただいて、直に合わせていただいて、でこれを地面に巻きます。こうシュシュシュ、だいたい1平方メートルあたりに5プッシュする感覚で巻いてください。はい、そうすると、巻いた、はい、この範囲に、8時間ヤブカを寄せ付けないという効果になります。こんな感じでですね、庭作業をする前にあらかじめシュッシュッシュと巻いておいていただけると、ヤブカに悩まされずに、庭作業を快適に行うことができます。でさらにですね、まあ、今回ガーデニングということでご紹介してますが、もちろん小さいお子さんとかね、ペットがこう芝生の上で走り回ってる、回りたいというような場合もあらかじめシュッシュッシュと巻いておいていただければ、そういった庭遊びの前に、蚊よけができますし、あとお庭でバーベキューをしたいという場合もですね、これスプレー剤ですので、よく室内用のね蚊よけシュシュってなると思いますけど、エアゾールの場合はねちょっと火気厳禁ということが書いてあるんですが、こちらは水性
スプレーですので、まあ、こういった火を使うようなバーベキューの周りの蚊よけにもおすすめですし、あとはお庭の草取り作業するときとかですね、あと洗濯物をお庭で干したい、あと洗車をしたいと、まあ、そういった場合のお庭でのさまざまな、シーンで、あらかじめ巻いておいていただくと、蚊を寄せつけない、ヤブ蚊を寄せつけないということで、快適に作業ができる、まあ、そんなちょっと優れものの商品になっております。で、ちょっと厄介なヤブ蚊なんですが、どういったところで発生するのかということなんですが、例えばですね、こういった、これちょっと水蓮鉢なんですけれども、に例えばこう雨水がね、こう溜まっているような場所ですとか、あとお庭のよくね、隅っこにこうバケツなんかが、よくお子さん用のね、ちっちゃいバケツとかがこう転がってたりしますが、こういったところに溜まる水たまり、あとはですね、このこうよくあるのはこう裏庭の方で、よくね、これもバケツですけども、ひっくり返している、このちょっとした水たまりがね、結構できます。で、こういうところにね、実はね、蚊が、ヤブ蚊がね、卵を産むんですね。でいわゆるボウフラ、これが、ね、発生して、でそれがヤブ蚊になってプーンと飛んでくるということになります。ですので、ヤブ蚊対策のまず第一はですね、ヤブ蚊の発生源を、なるべく抑えるということで、こういったお庭周りで、水たまりがちょっとした水たまりでもですね、実はヤブ蚊ボウフラになることできちゃいますので、お庭周りの水たまりができないようにちょっと工夫していただくというのも対策の一つになるかと思います。夏場の害虫対策、もう一つ、お庭の中でも、いわゆる植物の周りではなくて、例えばこういう裏庭とかですね、こっちのですね、こういう裏庭のまあいろいろこう雑多なものがある、こういう下にですね、例えばダンゴムシとか、わらじ虫とか、まあ、こうクモが、ね、裏庭にこうクモの巣張ってるとかですね、結構植物とはまあ直接関係ないんですが、まあ、家の周りにはね、結構嫌な虫がたくさんいます。でそういったものを退治したいなというような場合には、はい、こちら、嫌な虫退治にこうノックダウンってありますけど、不快害虫スプレー、こちらがおすすめになってきます。例えばですね、お庭周りで、こういうとこですかね、コンクリートのこういう際のところによくアリが行列を作っていたり、あと雨上がりなんかにはですね、ダンゴムシがこう壁に張り付いてたりと、あとナメクジとかもそうですかね、壁にこう張り付いてたりして嫌だなという場合があります。でそういった場合にはですね、この嫌な虫退治の不快害虫スプレー、こちらで、例えば行列があったら、このですね、これもここねじっていただくと、こう直というのがありますので、まあ、行列をもしいたら、まあ、こんな感じで直接退治することもできますし、あとはですね、夕方作業をしている時に、なんか顔の周りにこうたくさん蚊みたいなのがわってなることあると思うので、これゆすり蚊というのがですね、これもやっぱ夏場特有なんですけれども、夕方になるとこう木の下とかにね、こう出てきます。でそういったゆすりがちょっと嫌だなという時には、これ霧にねじっていただいて、シュ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 と周りに巻いていただくと、ゆすり蚊の退治にも使うことができます。でこちらね、実は成分がね、天然除虫菊のエキスと、あと天然由来成分チモール。除虫菊っていうのは、和名でいうと白花虫よけ菊と言いまして、昔はね、蚊取り線香にこう練り込まれていた、最近もだんだんそういうのが出てきてるのかな。今合成ピレスロイドって言ってね、蚊取り線香の成分を、合成して使ってるものが多いんですが、まあ、元祖、殺虫成分というような形の、白花虫よけ菊ってね、菊があるんですが、そこから抽出した天然の殺虫成分と、あとはですね、天然由来成分チモール、これはハーブの、ミントかな、ミントなんかにね含まれている、成分なんですが、それを、そこに由来するチモールという成分があるんですが、こちらが入っております。これの、まあ、要は天然系の成分でできた殺虫スプレーになっております。で、対象害虫なんですが、まあ、基本的にはお庭周りに出る虫には、まあ、ほぼ全般的に効きます。
ですので、葉っぱを食べるような害虫を対処する場合には、農薬を使っていただきたいんですけどね。農薬は植物保護のために使うスプレー剤になりますので、植物の、ついている害虫退治には農薬のスプレー使っていただきたいんですが、それ以外お庭周りに出てくるアリとかね、ムカデとか、ダンゴムシでもこの壁の周りにいるようなダンゴムシ、そういったものに関しては、この不快害虫スプレーですね、こちらで退治していただくというのがよろしいかと思います。はい、ということで、夏場の庭作業の、あれこれということで、その対策グッズということで今回ご紹介したのがこちらのヤブカマダニスプレー、蚊が来ない約8時間ですね、こちらと、ヤナムシ退治にノックダウン、こちらの不快害虫スプレーですね、こちらをご紹介させていただきました。園芸作業、庭作業をする前にこちらですね、地面に撒いていただいて、蚊よけをしていただき、そして、お庭周りのヤナムシ、アリとかですね、ヤスデとかクモとかですね、そういったちょっと嫌だなという虫はこちらの不快害虫スプレーで退治していただき、快適に、ガーデニング作業、お庭のね、庭仕事、していただけたらなと思います。住友化学園。